誰しも映画を見るのは好きですし、コンピューターゲームを好きな人も多いでしょう。悪と戦う勇敢なヒーローの冒険はいつだって面白いものですし、ゲームの場合はそんな主人公を操作することだってできます。皆さんこんにちは。ゲームディレクターや開発者はかっこよさを追求するあまりリアルさを忘れてしまうという残念なことがよくありますが、今回はそんなケースについてご紹介したいと思います。皆さんおなじみのトップランキングでは、画面上ではクールに見えても現実世界では非常に危険であったり、普通にありえなかったりするものを見ていきましょう。それでは参ります。原子力発電所にハッキング。ご存知のように、ハッカーはほぼほぼ人間の限界を突破した存在です。ノートパソコンやスマートフォンの電源を入れ、何かをポチッと押すだけで、あらゆるものにハッキングしたり、接続したりすることができます。ハッカーが味方にいれば無敵です。映画やゲームなどでは、ハッカーが Wi-Fi で接続するだけで、非常に強固とされているシステムを破ってしまうことがよくあります。そうかと思えば、独自のソフトウェアを使うことで、防犯カメラや無人兵器、起爆装置など、あらゆるものをハイジャックすることもあります。まさにコンピューターは現代の魔法です。もちろん、現実世界においてはそんなこと、少なくともこの形では実現不可能です。インフラとして必要不可欠な原子力発電所やシステムの中枢を司るスーパーコンピューターといったものは、そのほとんどがインターネットに全く接続されていません。一般的にこのようなシステムへのハッキングは、もし起きるとすればですが、施設で働く作業員にスパイを紛れ込ませるといったような昔ながらの方法になるでしょう。派手さはありませんが、非常に効果的なのです。二刀流。少しばかり想像してみましょう。ファンタジーや伝説の世界で勇敢な中世の騎士がお姫様を救い、たった一人で戦いに勝利したという活躍の物語がスクリーンに映し出されたとします。ありえないほどの強さと華麗な武器さばきをどう表現すればいいでしょうか。試しに2本の剣を両手に持たせて戦わせてみましょう。くるくると舞い、目にも止まらぬ剣さばきで何人も通れない鉄の壁を作り出し、近づく敵をミンチにしてしまうようにしましょう。どこかで見たことありませんか？おそらく見たことあると思います。ただしこれは現実的ではありません。同じ長さの2本の剣を持って戦場に臨むのはとても危険です。まず、隊列の中でそんなものを振り回して戦おうものなら、前にいる敵だけでなく、横にいる仲間を切ってしまうことになります。誰もする気にならないのは頷けます。次に、古代から中世の戦いにおける盾の重要性を軽視してはいけません。ありえないくらい強い剣士になり、たった一人で白兵戦を挑み、何十人も倒すことができるようになったとしましょう。それも安全な遠距離から放たれる敵のたった一本の矢には無力なのです。盾さえあれば、矢を防ぐことができるかもしれませんが。しかし、どんな盾でしょうか。3本目の腕がないと、これ以上盾なんて持てません。現実世界では、戦士が2本の剣を持っていたことはありました。例えば、身分の高い侍は皆刀と脇差しを持っていました。ルネサンス期のヨーロッパでは貴族の必須アイテムといえば剣と左手用のダガーでした。しかし、これらの剣は長さが異なり、普段は片方の剣しか使用しませんでした。二刀流で戦うのは決闘の時だけで、あまりあることではなかったのです。二丁拳銃。現代における二刀流の変化として存在するのが、ピストルを両手に持って同時に撃つ二丁拳銃です。非常にクールです。澄ました顔をしたヒーローが相手に立ち向かい、正確なショットを打ち込み、信じられないほど厚い弾幕を作り出し、全方向に打ちまくるのです。なんて華麗なんでしょう。現実世界では二丁拳銃は特に各国の特殊部隊で取り入れられていました。しかし実際は映画やゲームで見るよりも効果が薄いどころか、ほとんど無意味なのです。両手から発砲した場合、狙いを定めるのはほとんど不可能ですし、もちろん射撃スピードも落ちてしまいます。唯一の存在理由は、厚い弾幕を張って雑魚兵士を追い払うことでしょう。しかし、熟練の兵士にはたやすくやられてしまうでしょう。こちらの弾はかすりもしないでしょう。ズームボタン。特に刑事物に多いですが、大抵映画の中でよくあるシチュエーションがあります。事件現場の写真や動画がなぜか遠くから撮影されたものしかないというものです。例えば、犯人は写っているのですが、遠くにシルエットが見えるだけで画質は最悪です。しかしその後映像を一時停止し、拡大してズームするとどうでしょう。なんと顔が判別できるようになり、傷跡やほくろなど特徴すら確認できます。皆さんも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。実際にはズームボタンは様々な職業の人たちの間で長い間語り草となってきました。例えば印刷所には毎日のようにそんな映画を見た客が写真を持ってきては、不明瞭なところを見たいのでズームしてくれと言ってくるので、従業員が不運な目に遭っているのです。実際にはもちろん拡大したからといって何か新しいものが見えるわけではありません。写真やビデオは過去を覗ける魔法の窓ではないのです。拡大して細かい部分を見ることはできますが、画質が良くなることはありません。初見で顔がよくわからなければ、ズームしたところでよくわからないままなのです。ハリウッド式除細動器。映画の中で心臓が止まった人を急いで蘇生させなければいけないとき、医師がすることは何でしょうか。答えはもちろん、胸に何かの機械を当ててショックを与える。ですが、その後患者は何事もなかったかのように、むくりと起き上がるのが常です。時にはその機器の名前が呼ばれる時もあります。除細動器です。実は心臓が止まった時に除細動器が使われることはありません。全く意味がないからです。この機器の主な目的は、不規則に細かく震える心臓に強い電気ショックを与え、正しく収縮させるというものです。そんな痛烈なビンタを受けた後、心臓は正常に動き出すことができるのです。除細動器はその名の通り、一般的には心室細動に対して適用されるものです。心室細動とは、心室が発作的に無秩序な震えを途方もない速さで繰り返している状態で、震えは1分間に数百回にもなります。これにより心臓が停止状態になり、血液を送り出すことができなくなると、患者は命の危険にさらされることになります。心室細胞は心筋梗塞によって引き起こされる頻度が高いものであり、医師が駆けつける前に患者が命を落としてしまうこともあるため、医師が最も恐れている心筋梗塞の合併症の一つなのです。手榴弾のピンを歯で抜く。皆さんはテロリストの群れを撃退するアクションヒーローだとします。手榴弾を投げようと思ったら、片手で手榴弾をつかみ、もう片手の方でピンを抜かなければなりません。しかし皆さんの場合はそうはいきません。片手はマシンガンか何かを持っていて塞がれています。動きながら撃っているかもしれません。ではどうするのでしょうか。もちろん歯でピンを引っこ抜くのです。実際にやってみたとすると、歯は2、3本持っていかれるでしょうが、手榴弾も作動させられません。通常、ピンを引き抜くにはかなりの力が必要です。これは兵士の安全のためです。手榴弾は普通ベルトに装着するため、ピンが簡単に抜けるようだと体のどこかを枝などに引っ掛けた拍子に抜けてしまうかもしれません。当然のことながら、そんな場合は悲劇的な結末が待っています。普通、人の歯は腕よりも弱いのです。もちろん、歯で鉄棒を掴んでぶら下がることができるサーカスの曲芸師は別です。また、手榴弾の多くは単にピンを引っ張るだけでは外せないようになっています。ネジのようにひねったり、最初に押し込んだりすることが必要なこともあります。これらはすべて安全のためであり、そのため現実世界でアーノルド・シュワルツネッガーの真似事をすることは不可能になっているのです。これにて今回の動画を終えたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんにとって面白くて参考になるような動画になっていれば幸いですが、もう今まで通りに物事を見られなくなっているかもしれませんね。チャンネル登録をしていただくことで新しい動画を見逃しなく、いいねとこの動画の SNS でのシェアもお願いします。次の動画をアップするまでのしばらくの間お別れです。またお会いしましょう。さようなら。